んにちは、アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨシです。ちょっとね、バッグが散らかってて申し訳ないんですけど、ちょっとポップアップ直前でごちゃごちゃとしてまして、すいません。今回はですね、最近購入した推しのバッグの紹介をしたいと思います。今回はこちら CCP のトリプルサコッシュです。トリプルって何がトリプルかって、3連になってるわけじゃなくて3倍でかいみたいな話らしいんですよ。今までの CCP さんのサコッシュってこんなにでかいのはなかったんですよね。でかなり容量があって、すごくね、普段使いに適してるので、最近ずーっとこれを持ってて、すごく調子がいいので紹介したいなと思いました。このトリプルサコッシュはですね、まあストレッチ性のあるナイロン素材なんですけども、結構でかいんですよ。こういうね、ほんと、これラボスウェットなんですけど、こんなでかいスウェットパンツなんかも入りますし、あとは、このね、こういう D 缶がついてるので、鍵をね、この辺につけとくこともできるんですよ。で、こう、このトリプルサコッシュ、こうやって斜めに、ちょっとこう、こうやっとくと、なんかこう、坊主の袈裟みたいな、なんか坊さんの袈裟みたいな感じが、すごくね、なんかいいなと思って、なんかこう、見た目も面白いし、薄くて、あとね、今の時期だと、アウターに干渉しないんですよ。この上にアウター着ても、全然ね、響かない。結構タイトめなもの着ても全然響かないので、まあ、例えばこういうですね、レザージャケット上から着ても、こんな感じで、こんな風に。こんな感じでですね、響かないっていうか、なんかちょっと面白い。面白くないです。これって一体ちょっとどうなってんのかなみたいなね。なんかこう、ちょっとこっち側に寄せて服っぽくしてみようかなと。なんかこんな感じになったりとかして、なかなか面白いバッグです。単純に面白いっていうのもあるんですけど、特筆すべきはこの機動力ですね。見ての通り、すごく薄いので、ですごくマットでサラサラした素材なんですよ。で、こんな感じになるんですけど、ほんとこう、くる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 っともう、ほんとこんなんなって、それこそね、こんなん、こうポケットにね、こう入るぐらいの、まぁ、ちょっとこうやると、ポコッとしますけど、バックインバックにも良くて、なんかバックにこういうの一個忍ばせといて、で、まぁね、エコバッグとかあるでしょ。で、エコバッグって、まあ、気に入ってれば全然それでいいんですけど、なんか気に入ってないものをわざわざ買うぐらいなら、例えば普段の買い物にもこれをどこかに、もうポケットかどっかに忍ばせといて、いざという時にこうね、首にかけて、なんかこんな感じで使えるっていう、アウターに響かなくて普段使いにもぴったりで、なんかレイヤードしてるっぽくも見える、このトリプルサコッシュ、最近購入して、すごく、気に入ってます。CCP さんがですね、御徒町の方に移転されて、でその移転された店舗にですね、遊びに行かせてもらって、でそこで購入しました。ぜひこれで、ね、マジいいっすよ。本当にこのね、なんならこのパーカーの下に持っててもおかしくない。常に体に身につけてて、使う時だけ縫って内側から出してもいいぐらい、もう軽くて薄くて、バッグっていう感じがしないのがすごくいいところだと思います。以前、ライクラ素材の、サコッシュ、CCP さんのやつ持ってて、パーカー着てる時よく僕、ここから首から下げてね、こんなビニール袋首から下げてる人みたいな感じになってたんですけど、あれは、あれですごく良かったんですけど、あれの問題点は、重いものを入れるとビヨビヨするところだったんですよ。ライクラってすごい伸びるんで、で、結構ね、ビヨン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 ってこうなっちゃってたんですけど、これ、そっちより、ちょっとこう、硬い素材なんですよ。で、伸びるけど、ある程度で止まってくれるんですよ。なので、これの方が重いものだったり、大きいものだったりっていう、バッグとしての機能は上がったのかなと思っています。こんな風に、こう、斜め掛けにして、こういう風に。持っててもいいし、最近すごくね、使ってて気持ちのいいバッグだったんで紹介させていただきました。すっごい安いんですよ。5500円とか。なので、概要欄に CCP さんのリンク載っけておきますんで、興味ある方ぜひ見てみてください。どうも、ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram もやっておりますんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。私、ヘルベティックというブランドやっております。概要欄からですね、僕のブランドを見れますんで、そちらからぜひチェックしてみてください。どうも、ありがとうございました。